育児院と牛乳の記念表板県、大分市遊歩公園、園津波活動は、広島県出身の彫刻家。文化功労者、文化勲章受章、広島県名誉県民、小野道氏名市名誉市民。広島県三木郡河内村出身。本名は勝寺。河内神城高等小学校高等科を卒業後、京都の彫刻師、石割秀光のうちでになる。 京都市立商工専修学校、関西美術院で調査を学ぶ。しかし、単なる職人で終わることを嫌い状況し、日本美術学校彫刻家へ入学。同校在学中の1930年、第11回定点に、星王を出品し初入選。日本美術学校を卒業後、彫刻家の沢田正宏に指示。1932年、母が娘に紅を指す。 何気ない日常の一瞬を描写した書夏を第3回文典に出品し特選。戦後、円筑の彫刻は高い評価を受ける。1946年、第2回日展で砂浜が特選。1947年、第3回日展で白うさぎが特選。1950年、第6回日展で土器を持つ女が特選。1950年、 多摩美術学校教授に就任。1951年、日展審査委員に就任。1953年、多摩美術大学彫刻家教授に就任。1960年、なお活動に改名。1962年、日展評議委員に就任。1965年、第8回日展に出品した、旅情が、文部大臣賞、日本芸術委賞を受賞。 1968年、日本美術家連盟委員、日本調査課協会委員長に就任。1970年、日本芸術院会員。1971年、日展常務理事に就任。同年、根珠法省受賞。1976年、君三当随法省受賞。1980年、日本彫刻会理事長に就任。同年、 神奈川県文化賞受賞。1981年、日展顧問に就任。同年、三木町名誉町民第1号に登録される。1982年、文化功労者。1988年、文化勲章を受賞。1989年、広島県名誉県民に登録される。同年、自伝、我が人生を出版。1991年、 川崎市名誉市民に登録される。1993年、伊勢神宮に、神名を奉納。同年、円津場活動彫刻美術館、円津場記念公園が開館。1997年時点、続、我が人生を出版。2003年10月31日、鬱血精神不全のため死去。円津場は時に、 古典的な調査の要素を離れデフォルメを強調した作品や彩色を施した彫刻、石や金属、ステンレスなど複数の素材を組み合わせた作品を発表した。自らが見た夢を題材に選ぶなど抽象的な表現にも果敢に挑戦した。また作品には独特なタイトルを付け独自性を強調した。常に新たな表現を模索し晩年まで 作家活動を行い、生涯創作意欲が枯れることはなかった。縁粒活動削減爆ドームそばの鈴木美恵吉、赤い鳥文学費。ありがとうございます。